皆さんこんにちは、カナズプレイスのカナです。グルテンフリースイーツのレッスンをしているカナズプレイスでは、このダイニングスペースのエリアに小さなコンベクションオーブンを置いて、レッスンの焼き具合だとかオーブンの使用ポイントなんかをお伝えしています。今まで気に入って使っていたデロンギのコンベクションオーブンがついに先日壊れてしまいまして、なんとデモレッスン中に壊れてしまいまして、で修理をするのもとっても大変な故障の仕方だったので、今回小さなコンベクションオーブン買い替えました。新しく入ったのがアイリス大山の通称大山くんというものです。これ使ってまだ2週間ぐらいなんですが、皆さんにおすすめできるポイントあるかなと思いながら使ってみているので、今日は実際に焼いている様子もお見せしながら、おすすめできるポイントと、それからもし購入するのであれば気をつけた方が良い点をお伝えしようと思います。ポイント先にお伝えしておきますね。良かった点、とっても気に入っている点、一つ目がこのコンパクトさとデザイン、あまり主張しすぎないデザイン、それから二つ目に庫内のサイズ、このコンパクトでありながら魅力的なサイズ感、それから高さですね。3つ目にコスパの良さ、これはもう皆さんご存知かと思います。4つ目にここに付属でついてきた金網があります。それからちょっと気をつけた方がいいなと思う点は、タイマー、ダイヤル式のタイマーと温度、どちらもダイヤル式で少し正確性に欠けるので工夫している点があります。そして3つ目にラックがちょっとね、落ちやすいというポイント、これも後で実際にお見せしますね。それからのミニサイズのコンベクションオーブンにありがちなポイントですが、熱が逃げやすいという点も挙げられます。では実際に作っている様子を見ていただきながら、良かった点、注意する点お伝えしていきます。1つ目の特徴はこのコンパクトなサイズです。我が家の場合はここダイニングスペースを、お菓子レッスンのデモンストレーションスペースにしているので、他の家具とあまりこう喧嘩してしまうデザインは嫌だったんですね。なので以前デロンギのコンベクションオーブンもちっちゃかったのでとても良かったんですが、それに似た感じのサイズ感なので、コンパクトで、そしてデザインもあんまり邪魔しないというところが気に入っています。このオーブンの特徴の一つに庫内の高さがあります。結構しっかりと高さがあるので、例えばシフォンケーキを焼く方なんかも、これ17センチのシフォンケーキ型ですが、入れても問題ないです。上が焦げてくるということもちょっと控えられるかなと思います。実はこの17センチのシフォン型、以前使っていたデロンギのコンベクションオーブンではもうこのトップが焦げ焦げになりそうだったんですけど、その心配もないのはいいところだと思います。特徴的なところとしてはコスパの良さですね。とにかくお手頃、このコンベクションオーブン、しっかりとしたオーブンでありながら、ネットで6000円、7000円台で買えるという非常に入りやすい価格になっているのが魅力的だと思います。あともう一つ私が気に入ったのはこの金網がついているところですね。これ普通にラックのように使えるんですけど、ここに直接食べ物を置いて焼くこともできるし、クッキーを、例えばオーブンペーパーをここに敷いてクッキーを直接並べて焼くということもできるので、下からの温度も均一に伝わりやすいかなと思います。気をつけなくてはいけない点いきます。特に国産の、他の割とこうデジタルで時間を選んだり温度を選んだりするオーブンを使っている方は、これに慣れていくといいかなと思います。まずタイマーのところ、これダイヤル式なので、こうなんとなく20分台、なんとなく10分台っていう感じで、例えば3分だけ焼きたいとか、ほんの数分延長したいっていうのがよくわからないです。なので私はもう以前から使っているこういうデジタルなタイマーも合わせて使っています。
あと1分だけ焼くとか、こっちでやった方が正確ですね。それから肝心な温度のところも同じことが言えます。なんとなく160度この辺かなとか170度かなみたいな感じで、カチッとはまるわけでもなくて、本当にスムーズにこうやって動いてしまうので、庫内温度計というのを必ず使っています。でこれも、これはタニタの庫内温度計ですけど、これも私はデロンギを使っていた時から、使っていました。今ちょうど170度ですね。実はこれを入れておかないと、保温の時に急に高温になったり上がりすぎたり、それから一度こうやってドアを開けてしばらく置くと、しばらく置くというか、こう型を入れる、ケーキを入れたりすると急に温度が下がったりします。これだけで10度下がることもあるので、庫内温度計があると安心です。あともう一つ、ちょっと、他のオーブンと違うのかなと思うんですが、このレールを乗せるところの真ん中が途切れてるんですね。なのでこうやってラックを出してくると、途中でガタンと落ちます。こんな風に、ちょっと今ケーキが乗ってるので派手には落とせませんが、ちょっと今ね、あのバナナブレッドの表面に筋をつけます。こうすると均一にね焼き上がるので、そう、こうやって割と、途中で出してきて何か作業をしたり、それから、混ぜたりっていうこともあるので、この真ん中にレールを置くところがないっていうのは少し慣れが必要かもしれません。私は以前のデロンギはここがしっかりとレール置き場があったのと、もう一つ自宅のキッチン側で使っているパナソニックのビストロもしっかりレール置きがあるので、ちょっとこの真ん中のところしっかり押さえてなきゃいけないっていうのだけは私自身まだ慣れていません。これ庫内オーブン入れましょう。でこういう庫内が小さなオーブンは、その分中に保つ熱が少ないので、一度、ドアを開けると温度変化が大きいというのは、一般的にも言えることです。なので大きなオーブンと小さなオーブン併用するとか、大きいオーブンから小さいのに買い替えたなんていう人は、特にそこだけ留意しておくと失敗が少ないかと思います。で今120度なので、ちょっととこの温度を上げて一気に元に戻すようにします。はい、皆さん、アイリスオーヤマのコンベクションオーブン、オーヤマくん B、 2週間ぐらい使っての感想はいかがだったでしょうか。私はちょっと特殊な使い方をしていまして、お菓子教室のデモレッスンのために焼き菓子専用として使っているので、お料理には全くまだ使っていないんですが、お菓子を作るのが好きな方で小さなコンベクションオーブンを探している方の参考になれば嬉しいです。でこのオーブンをおすすめしたいのは、一つには、我が家のようにすでに大きなレンジオーブンを持っている、もしくはビルトインの大きなオーブンが家にあって、プラスアルファとしてトースター機能に優れた、ミニサイズのコンベクションオーブンを探している方、それから、トースターをメインに使いたい、でもトースターより少し焼き菓子だとかシフォンケーキ、スポンジケーキなど小さな簡単な、焼き菓子は楽しみたいという方、そしてさらに、オーブンの使い方に慣れている方におすすめしたいです。2台目のオーブンを探している、卓上の小さなタイプを探している、そういう方におすすめしたいです。なぜなら時間と温度の設定に少しコツが必要で、自分自身でタイマーや温度計を併用して調整しながら焼いていく必要があるので、そういうことができる方はこのコンパクト、そしてコスパの良い大山くんで十分にメリットを感じられるかなと思います。でさっきも言いましたが、我が家にはもう一つレンジオーブン、パナソニックのビストロがあります。で普段のお菓子作りはそちらで楽しんでいるので、もしレンジオーブンを探している方にはとてもおすすめしたい機種なので、そちらを使った動画も撮ろうかなと考えています。また遊びに来てください。それでは皆さん、またお会いしましょう。
バイバーイ。